あの鉛筆は絶対に明日試験会場へ持っていかなければならないものの一つだった。だから私は迷うことなく学校に戻る道を選んだ。降りしきる雨の中、足元に気を配りながら全速力で走る。走っている間、ちらりと頭をよぎるのは起きた時の時間だった。6時45分。七不思議で語られていた時間は夜の7時。校門前について真っ先に時間を確認した。校舎についている大時計が指し示す時間は6時55分。放課後の吉江さんの怪談話が再び頭をよぎる。10月、雨が降る放課後、夜7時。あのおばあちゃん、もしかしてこうなるのが分かっていて。やだな、もう。階段なんてあんなの作り話だって。込み上げてくる恐怖を抑えつけるために、声を出して自分を叱咤する。見上げた校舎に人影はない。こんな時間なら生徒はもう帰宅しているだろうし、先生だってどれくらい残っているのか。けれど、廊下の電気はまだ全てついていた。あれだけ明るければそこまで怖い思いをしなくても教室まで行けるだろう。よし、パッと行ってパッと済ましちゃおやっぱり生徒は誰も残ってないみたい。急がなくちゃ。もうすぐ7時だ。今朝のおばあさんね、さっき亡くなったみたい。その天神小学校で放課後校舎の見回りをしていた女の先生が誤って階段から落ちて死んだんだって。その日は10月のちょうど今日みたいに雨が降る放課後で、時刻はそう夜の7時を過ぎたあたり。こういう日は吉江さんが出るんだって。天神小学校がなくなってしまったことに気づいていない吉江さんは、如月学園の廊下を見回って歩いているんだよ。もう何考えてるのよ私。七不思議なんて司くんも言ってたじゃない、深く考えない方がいいって。教室に行ってペンケース取ってこなくちゃ。あのペンケースに入ってる鉛筆は明日の試験にどうしても必要なの。だってあれは司くんがくれたお守りなんだもの。部の方はもう真っ暗だな。やっぱり誰もいないのね。それにしても
今日はいつもよりこの廊下が長い感じがする。ただでさえこの廊下で遅刻しそうになるくらいなのに。いつもは賑やかな場所がこんなにも静まり返っていると余計に物寂しい気がするな。雨の音がやけに大きく聞こえるよ。今の、それ耳だよね。そうに決まってるよ。こんな時間に音楽室で楽器を鳴らす人なんているわけないし。吹奏楽部の子とか先生が残って弾いてるんだよね。そうだ、そうに決まってるよ。何でもかんでも怖い話に直結させちゃいけないな。怖いと思ったら何でも怖く思えるものだよね。あとちょっとで教室だから走って行こう。やっとたどり着いたーっと。あとはペンケースを忘れないようにしなくちゃ。7時か。何もないじゃない。うん、全然怖くないよ。やっぱり七不思議だなんて嘘だったんだな。よし、これで任務完了だね。
教室に私一人ってなんだか不思議な感じがするな。こんなシチュエーションめったにないし、今なら誰も見てないし、どうしようかな。よし、少しだけ先生の気分を味わっちゃえ。手からはこんな風に見えるんだ、教室って。なんかちょっとドキドキする。私もいつか。いつか先生になれるといいな。いきなり何？響いてる。嘘、なんで？停電になってるならオルガンだって鳴らないはずなのに。行くな！落ち着くのよ、私。音楽室の方はまだ停電になってないとか、きっとそんな理由だよ。